オーディンを倒さねば。雪村たちはオーディンを目の前にして敵に阻まれているようじゃねえ。幻影は、あの方から湧いているようだ。我らで幻影の元を立ち、超一丁炎の姿。 道は開かれた。皆、私に続け。どうやら幻の将を増やしておるのはあの怪物のようじゃね。あの怪物を全て倒せば、英雄も消えるか。ならば葬るまで。 怪物たちまで我を失い暴れている。さっきの気を抑え込まれ。オーディンに近づくには前世の力も、そしてボスには上の力が欠かせ。他の者たちには悪を馳せるに、英雄を片付けに来るな。 幻影の数が減ってきたようだ。ああ、人間たちが頑張ってくれているのだろう。幻だとわかっていても仲間を撃つのは辛いものだな。超ゆとりの操作か。私はつい傑作が鈍ります。よっしゃ、神明落とし敵を止める。 術者を撃ち、道を開くのだ。もはや足踏みする理由もない。前へ出るぞ。幻影が一気に消えた。 これでもう我らの行く手を阻むものはない。ユグドラシルのもとへ。待て、この先には結界が張られている。術者を探し倒さねば。先には進めんぞ。急がなってしまいます。ここは手分けして術者を探しましょう。ますます歪みが広がっている。急ぎ 探し出さねば。さて、出番かね。わしらは向こうを探す。かっこいいとこ見せちゃうよ。わしはあちらへ向かおう。そんなら、わしは向こうを探しちゃうわ。良い働きだ。その勢いに乗るのも一興だな。おお、見事の一言に尽きるな。お前がいれば 勝利は疑いない。俺はオーディンの堂々とした戦ぶりに甘えたいな。あ、私ごときがすみません。おかげと軍略を戦わせてみたくなったよ。さすがなるご活躍、あなたと共に戦えること誇りに思います。一人の力は小さい、だが力を合わせれば人はいくらでも強くなれる。 オーディンはユグドラシルの力で守られている。そこへ至る道がね。ユグドラシルに介入する隙があるだろう。ここは私が止めてみせる。進んじゃおうかね。 真の三国武将みたいですね。え、まさにそう？失礼しました。俺が仕留めよう。
私にも正直わからないが、彼らの命をここで散らせるのは惜しい。<笑>人間謎にほだされるか。なら奴らと戦わせてくれよ。嫌というほどな。<笑>この私を裏切ってただで死ねると思うな。 死してなお私のために戦うな。何を。バカ、この私。<笑>